2008年世界フィギュアスケート選手権は2008年3月17日から23日にかけてスウェーデンヨーテボリのスカンジナビアムで開催されたフィギュアスケートの世界選手権スウェーデンでの開催は1976年世界選手権以来32年ぶりヨーテボリ開催は1976年以来32年ぶり2回目男女シングルとペアは ショートプログラムを行い、それぞれ上位24人及び20組がフリースケーティングへ進む。アイスダンスはコンパルソリーダンスを行い、上位30組がオリジナルダンスへ、オリジナルダンス後の上位24組がフリーダンスへ進む。なお、前年の7月1日までに15歳に達していなければ参加資格を得られない。今大会では全4種目で、 新チャンピオンが誕生した。男子シングルでは、カナダのジェフリーバトルが初優勝。カナダ人選手が優勝するのは実に11年ぶり。また、4回転ジャンプなしの優勝も12年ぶりであった。女子シングルでは、日本の浅田真央が、ショート2位から逆転し初優勝。2007年の安藤美希に続き2年連続で、日本人選手が優勝している。ペアでは、 ドイツのアリオナ・サフチェンコロビン・ゾルコービ組がアイスダンスではフランスのイザベル・ドロベルオリビエ・シェーンフェルダーがそれぞれ初優勝を飾ったダンスシングル表彰式女子シングル表彰式ペア表彰式アイスダンス表彰式今大会の結果により2009年世界選手権で複数の出場枠を得た国は次の通りありがとうございます